東京駅の近くにあるあるメガネ店。制服を着た数十人の外国人学生たちがメガネ店に押し寄せ、撮影を始めます。戸惑う日本人の店員は、落ち着くようにと学生たちをなだめようとしますが、なぜか外国人学生たちは周りを見回しながら叫び声を上げています。すると、その時、日本人の店員が不機嫌な声で一言言うと、外国人学生たちは動揺してどうしていいかわからなくなります。一体、日本を訪れた外国人学生たちは、街角のメガネ店で何を経験したのでしょうか。こんにちは、私はイギリスの医科高等学校に在籍しているエミリアと申します。私は最近、約3年間の医科高等学校生活を終え、学校が推進する日本への卒業旅行に行くことになりました。一般的な高校とは異なり、実質的に医科大学進学を目指す医科高校に在籍していた私は、高校1年生の時から一度も旅行や休暇なく、ただ勉強に没頭してきました。だからこそ、この日本への卒業旅行が非常に楽しみだったのです。しかし、普段日本について全く知らなかった私とは違い、私の友人たちは、なぜわざわざ数十年前に発展が止まった時代遅れの国である日本に卒業旅行に行かなければならないのかと不満を表明し、これはほとんどの学生も同じような反応でした。しかし、私が日本に初めて来て驚いたのは、日本のインフラが決して数十年前に発展が止まったインフラではなく、むしろ豊かな国々よりももっと快適な都市インフラを持っていたことです。特に、イギリスの首都ロンドンを除く郊外地域は、ほとんどの都市が衰退してベッドタウンに変わっているのが現実ですが、驚くべきことに、日本では東京を除いても、どの地域に行っても、都市の治安やインフラが一つも衰退していなかったのです。実際にイギリスでは、スーパーマーケットに行くだけでも車で1時間以上かかることがほとんどですが、驚くべきことに日本ではわざわざ車を使わずとも、歩いてスーパーマーケットを利用できる生活便利施設が街角至るところにあり、さらには百貨店だけでなく、簡単な買い物ができるコンビニも頻繁に見かけることができました。貧弱で衰退しているイギリスの都市の様子とは異なり、日本では生活便利施設や病院のインフラが深夜まで運営されていました。結局、これを見た私の友人たちは、日本がこんなに豊かな国だとは知らなかったと言い、その時から先入観が完全になくなりました。修学旅行とは異なり、ある程度の個人の自由が保障される卒業旅行の特性上、私と数人の友人たちはグループを作り、日本をより深く体験することにしました。その中で、一人の友人が長い間知り合っていた日本人のペンフレンドと連絡が取れ、その友人が日本の旅行ガイドをしてくれるという親切を申し出たと言いました。その後、空港から少し離れたショッピングモールで、私たちは日本人のペンフレンド、田中さんに会うことができました。私たちと同じように普通の高校生活を送っているという田中さんは、私たちの友人の一人、マルクと特に親しい関係で、自ら日本の旅行をガイドすると言って、まずは夕食を食べに行こうと提案し、私たちを東京の中心部に連れて行きました。しかし、東京に到着して田中さんと一緒に食事をした後、隅田川周辺を散歩していた私は、目の前の光景に驚いてしまいました。都心から少し離れた隅田川周辺でしたが、なぜか隅田川近くには警察署やコンビニ、さらには病院などのインフラ施設が24時間運営されているという案内文をとても簡単に見つけることができ、さらに隅田川公園の椅子で無料で携帯電話を充電できるワイヤレス充電システムは、目で見ても信じられないほどでした。最初は、どうしてただの公園近くでこれらのインフラ施設が全て運営されているのかと戸惑いましたが、田中さんは隅田川公園周辺だけでなく、東京の都市近くはもちろん、地方の都市に行ってもこれらの生活便利システムをとても簡単に見ることができるといい、すでに公園の椅子で無料で携帯電話を充電する技術は完全に商用化されており、日本の公園どこでも気軽に利用できるという信じられない話をしてくれました。短い隅田川の散歩を終えた後、田中さんは時間が遅くなったので、まずは自分の寮に荷物を置いて休んだ後、夜明けまで遊ぼうと提案し、そうして私と友人たちは生まれて初めて日本の高校の寮を訪れることができました。しかし、田中さんが、普通の寮、と言っていたのとは異なり、初めて経験した日本の高校の寮は、イギリスの高校の寮と比較にならないほどのホテルのような施設を備えており、さらに寮への出入りに電子ドアロックを使用する様子は、まるで SF 映画を見ているような感覚を受けました。田中さんは自分は富裕家庭の子供ではなく、ただの普通の家庭の息子だと言っていましたが、田中さんが滞在している高校の寮には24時間運営されるコンビニやコインランドリー、さらには寮内に病院やプールまであり、ただの普通の寮のようには見えませんでした。
しかし、田中さんはこのような寮システムが日本の高校ではとても当たり前だと言い、私と友人たちはその話に大きな衝撃を受けました。私たちが滞在していたイギリスの高校の寮では、適切な管理が行われず、毎朝虫が寮の床を歩き回るのは当然のこと、水もろくに出ず、朝の洗顔をするためには他の学生より早く起きて戦争のような一日を過ごさなければならなかったのですが、日本の高校の寮では指一本で水をひねれば温かい水が流れ出ていました。数十年前に時計が止まった国だと思っていた日本は、発展が止まるどころか、イギリスの生活水準とは比較にならないほどすでに超越的に発展した国の姿を見せており、そのため、高校の寮でもイギリスとのレベル差が大きかったのです。特に驚くべきことは、高校の寮のすぐ隣に、快適に交通手段を利用できる電車駅やバス停が近接して存在していたことです。一般的にイギリスでは、公共交通機関のシステムが良くないだけでなく、運営コストのために寮と高校が離れて運営されているため、毎朝学校に行くのにも不便が多かったのですが、日本の寮ではそのような不便さを感じることがありませんでした。実際、イギリスでは登校時間に少し遅く起きると、バスに乗る生徒が多すぎて1時間以上バスに乗れず遅刻することも多く、タクシーさえ乗りにくく、少しでも遅刻する日はほぼ9時を過ぎてから学校に到着することが多かったのです。しかし、日本の高校の寮のバス停では、すでに数十台のタクシーが生徒のために待機しているだけでなく、バスがいつ到着するかをスマートフォンアプリを通じてリアルタイムで確認できるシステムまであり、バスに乗るのがとても便利に見えました。イギリスの寮にいるときは、バスがいつ来るのか正確にわからず、いつも寒い冬の日に冷たい風に当たりながら30分以上バスを待たなければなりませんでしたが、日本ではスマートフォンのアプリを確認して、バスが5分前に到着するというアラームが鳴ると、その時にバス停に向かえばよかったのです。高校の寮近くのバス停だけでなく、日本では都市のどこでもこのような公共交通機関のシステムが非常に便利に運営されており、デジタル先進国らしく、スマートフォン一つで全ての交通状況を一度に確認できるので、さらに便利に感じました。それだけでなく、日本では普通の街角でも驚きが絶えませんでした。日本に到着する直前まで、日本はイギリスより30年遅れた後進国だと確信し、日本を軽視していた友人たちは、田中さんが案内する高校寮の便利施設の様子に徐々に言葉を失い、この衝撃は遅い時間の東京の繁華街に到着すると、さらに大きな衝撃となりました。私たちは田中さんの寮に荷物を置き、夜8時頃に東京の繁華街へ向かいましたが、田中さんについて繁華街へ行く間も、目の前の状況が現実なのか疑問に思いました。通常、イギリスでは夜6時を過ぎると通行禁止区域ができるほど治安に非常に敏感で危険な状況が始まりますが、驚くべきことに日本では夜8時を過ぎていても、街の輝く光に加え、昼間よりも多くの日本人が自由な日常を楽しんでいました。まるで昼間よりもさらに活気あふれる雰囲気が感じられ、実際に繁華街の路上では、治安に対する心配がまるでないかのように、路上マジックショーや音楽演奏など、驚くべき光景を見ることができました。イギリスが芸術と文化の中心であるという自負を持っていた私たちは、多くの芸術家たちが日本の街角を照らしている様子にただ驚くばかりで、世界は広いと再び感じました。戸惑っている私たちの姿に、田中さんはむしろイギリスではこのような日常を全く楽しむことができないのかと信じがたい反応を見せ、私たちはそんな田中さんの反応に恥ずかしさを感じて言葉を失いました。先進国だと思っていたイギリスは、日本と比較してみるとまさに後進国そのものの姿であり、夜8時を過ぎた時間であるにもかかわらず、警察一人見当たらないほど安全な日本の治安状況は、目の前にあるのに信じられなかったからです。しかし、しばらく心が奪われて街を見ている間に、私は突然足を踏み外して街灯の肩に倒れてしまいました。何かにつまずいて転んだわけではなく、大きな怪我はありませんでしたが、より深刻だったのは、かけていたメガネが完全に壊れてしまったことでした。普段視力が良くなく、乱視の症状もあった私は、メガネがなくなると全く前を歩くことができなくなり、前がはっきり見えないことでめまいと頭痛が現れ、戸惑いが押し寄せました。特にこれが卒業旅行の初日だったため、これからの日程をメガネなしでこなすのは無理で、私のミスで卒業旅行を台無しにしたという現実に不公平な感情さえ抱きました。そんな時、一人で絶望していた私に、前を歩いていた田中さんが駆け寄ってきて、私のメガネを確認し、何とも言えない微笑を見せました。私は一瞬、田中さんが何かいたずらをするのではないかと思い、怒りを感じましたが、その後の田中さんの言葉はとても信じられませんでした。
田中さんは壊れたメガネを確認した後、私に望むスタイルのメガネがあるか尋ね、突然メガネの好みを聞いてきて、他の友人たちには、ちょっと30分ほど時間を割けるかという無茶な提案をしました。私を心配していた友人たちは、エミリアのメガネが壊れてどこかに行くのは難しいと私の状況を説明しましたが、田中さんは自分についてきてほしいと言い、すぐ近くのメガネ店に入りました。実はイギリスにもメガネ店は街中にあるのですが、メガネを新しく合わせるには予約をするのと同時に予約金までかけて、なんと3ヶ月以上の制作期間を待たなければならないのですが、田中さんは突然メガネ店に入り、壊れた私のメガネを店員に渡し、30分ほど待てばいいとわけのわからないことを言い出しました。私はあまりにも動揺して、田中さんにどうやって乱視用メガネを30分で制作できるのか、嘘をつかないでくださいと言いましたが、田中さんと話をしていた日本の店員は流暢な英語で15分でも可能だと言い、もっと早くできると言って、誇らしげな笑顔を見せてくれました。実は日本では新しいメガネレンズを制作するのに視力検査まで含めて15分もかからないという驚異的な時間でメガネを制作することができ、このような日本のメガネ店はイギリスとは全く状況が違っていました。通常、イギリスでは乱視用でない普通のメガネでも1ヶ月ほどの制作時間がかかり、どんなに急いでも2週間未満で制作することはできません。特に、私が使用していた乱視用メガネは、イギリスでは乱視用レンズを製作する特殊なメガネ店に行かなければ製作してもらえないメガネでしたが、驚くべきことに、日本の普通の街角のメガネ店では、乱視用だけでなく近視用の特殊レンズのメガネも15分で製作できるという看板が掲げられていました。店員はこれからメガネのレンズを圧縮するので、ちょっと椅子に座っていてくださいと言われ、私のそばにいた友人たちは歓声を上げながら、日本のメガネ店の内部を撮影し始めました。普段座りっぱなしで勉強をする習慣のせいか、私の友達もほとんどがメガネをかけていたので、日本のメガネ店の制作スピードに驚きを隠せず、イギリスのメガネ店よりもメガネフレームやレンズの種類もはるかに多く、デパートのような快適なメガネ店の内部に驚いたものです。しかし、約15分後に私の新しいメガネを持ってきた店員は、私に衝撃的な一言を投げかけました。制作費用を含めて1万円ですが、学生に見えるので8000円でいいですよ。私は一瞬、耳を疑うしかありませんでした。イギリスでは基本的なメガネの製作費用が平均5万円を超え、乱視用のメガネを作ると7万円まで価格が上がるのに、日本は製作スピードが比較にならないほど早い上に、信じられないほど安かったからです。私は信じられない状況に、日本の店員に何か間違っていないかと尋ね、本当に8000円でいいのかと質問しましたが、店員はもっと安くはできないと冗談交じりに答えただけでした。その言葉を聞いた私の友人たちは一瞬驚いて黙ってしまいましたが、すぐに自分たちのメガネも新しく作ってもらえないかと大騒ぎし始め、結局私を含む4人の友人たちは全員、日本のメガネ店で新しいメガネを作りました。友達は、1万円もしないお金でもっと丈夫で綺麗なメガネをかけることができると感心し、何人かの友達は自分の両親にビデオ通話をして自分の新しいメガネを自慢し、日本のメガネ店のシステムを宣伝していました。さらに驚いたのは、メガネをかけて鏡を見た時でした。視力が非常に悪かった私は、いつもレンズが厚すぎてメガネをかけると目が小さく見え、見にくく感じていました。しかし、日本のメガネ店で作られたメガネは、高密度でレンズが圧縮されているのか、私の目の大きさが鏡にそのまま映し出されたからです。友人たちもそれぞれ自分の新しいメガネをかけて鏡を見て、どうしてこんな国があるのかと言いながら、日本の魅力にすっかりハマってしまい、隣にいた田中さんは、日本では当たり前の日常なのにイギリスでは不思議かもしれないと冗談を言っていました。イギリスで一つのメガネを合わせる費用で、日本ではなんと5つ以上のメガネの製作が可能で、これは現在の日本とイギリスの技術力や経済水準の格差の大きさを如実に表している現実でした。メガネが壊れるという事件を経験しましたが、日本で新しく作ったメガネでより快適な卒業旅行が可能になり、日本のメガネ店に立ち寄ったついでに、予備のメガネもいくつか作りました。イギリスに戻れば絶対に体験できない技術力や経済力だったので、私は日本でのメガネ製作の機会を逃したくなかったのです。その後、田中さんと一緒に約1週間の日本での卒業旅行を経験した私は、日本という国の魅力に完全に魅了されました。私たちのグループだけでなく、それぞれのスケジュールで日本を旅行した他の友人たちも、旅行の最終日に全員が集まった時に、日本がこんな国だとは夢にも思わなかったと驚きを表し、何人かの友人たちは自分の両親に電話して日本への移住を検討するようせがむほどでした。
特に他の友人たちは、私が日本のメガネ店で経験したことを聞いて、今すぐ行ってメガネを作ろうと騒ぎ出し、困った状況になることもありました。これからいつまた偉大な先進国である日本を訪れることになるかはわかりませんが、この日本旅行で私の日本に対する先入観と価値観は完全に変わりました。残念ながら日本での卒業旅行が終了した今、私は最終的に日本の医科大学への進学を目指しています。後進国であるイギリスより、現在一番住みやすく治安も安全な日本を選ぶのはあまりにも当然の選択なので、私は今日も日本で平凡でありながら奇跡的な日常を生きる日本人たちがとても羨ましいです。今日の動画はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。